これから後半戦です。第7レース女子総合の登場、4歳以上2勝です。こちら 1600m テーマは1番テラステラ、今日の体重480kg、前回からマイナス4、鞍上は草刈流星エタンデリオ58。2番がフルメタルボディ、馬体重494kg、マイナス6、ルーキー吉村誠之介55。3番スズカダブル502kg、マイナス6、ジョアン・ボレイラ58。4番ウィン・ヘーゼル、馬体重444kg、前回からラスティン、ビルボデルーの56kg。 5番テンのメッセージ、馬体重470kg、マイナス6、バルジャン・ブルサバイ56kg。 6番の名勝ファイト、馬体重468kg、前回からマイナス7、松山小平56kg。そして7番サドロスカイターン506kg、前回からマイナスの岩田未来58。8番ケイデンシーマーク、馬体重は442kg、マイナス4、竹内さんが56kg。9番ダノンソフィア506kg、マイナス14、北村煮干し56kg。阪神競馬場ほぼ一段の競馬、4コーナーを回って最後の直線に向いた先頭2番フルメタルボディ、リードは2馬身ほど、2番手6番ネーションハイト、内側から3番スーパーガラス、3番手が競り合い、その後ろからは1番ADC マーク、最後2番手ラスター、最後